買った方だけで道山だもんね。あーユニダスいる、ユニダットいる。待って避けたいんだけど避けれない。これ登れ。天候とか土砂崩れとか地震とか悪影響になる要素はたくさんある。うおそうだ。あと作物を輸出するのはでも敵もバカだよなあれ。あ気づくよね確かに。おお目の前普通に通ってるけど多分難易度上げたらねすぐ気づくと思う。あーなるほど、ま、ずここを通んないといけないな。いいか徒歩でいいんじゃねえの。徒歩にしよう。ダメだここ。はい、あー敵いる。さて簡易滑走路、これ滑走路だな。へえ。あ待って、あなんかあれ物資だ。ステルスで行こう。3人目の敵を確認。それ4人しかいなさそうだね。あ、これもだ。はい、まだいた。もう一人、あれだ。あれか、まだいたのか。ちょっとね、今回は完全ステルス武器で揃えてきたから。ほう。まあ、殺傷力低いけど、音が最高に低い MP5 とスナイパーライフルね。ほう。じゃあ、今回はバレないように。賢く行きたい。バレなかったことないけどね。うん、いや、やめてやめてやめて。あの固めのやつはここからじゃ見えないな。ちわやどうも。はい、こんにちは。どうしようかな。あ、そっち回ってんの。どうしようね。うん、こっち行ってるよ。このままこっち。いや、こいつさ殺してもバレなさそうな場所にいるよね。やりそうならやってくれ。いつ動画、うん、やれるわ。あげるん。もうちょっと待ってね。動画もうちょっと待ってね。あやっていいっしょ。こっちも、あおっと。こいつを先に倒すかな。違う。おお、と危ない。ちょっと待って、あいつ倒したらまずいとこ行っちゃったわ。朝栗の映画面白かったよ。朝栗の映画、うん、ああ。田舎すぎて多分やってないな。本当そういうのやってないもんね。うん、そういうのマジでやんないから。ドラえもんぐらいだよ、ちゃんとやるのは。ドラえもん。まあ確かに、ね、ドラえもん毎年やってるわ。なんかみんな倒しにくいとこにいるな、ここ。どうしよう、誘導使ってみる。ああ、誘導か、うん。いいと思う。ちょっともうちょっと近く行かなきゃ。あ、こいつ倒せそう。内地に来るといいぞ。オッケー。映画のためだけに内地に行くのかな。シミュレーターを投入。よし。おお、よし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 。二人、そっち行くか。うん、行ってる行ってる。あ、危ねえ。危ねえ。膝。膝見つかってる。倒しまい、倒しまい。よし、オッケー。武器集めはどうですか。一応バレてね。一応バレてね。警戒はされたけど。武器集めの方はね、まあまあまあ順調です。よし。でこれが回収可能な飛行機だ。回収しちゃおう。あ、これを回収する。田舎やもんや、わらわら。そうだよ、田舎もんだよ。誰かと入れ替わりたいわ。誰か。ああ。某某誰かのな。とある映画。とある映画。そうなんだよね。これ滑走路はどっち向きなんだろう。滑走路。あれか。目的地。あれか。ちょっと待ってよ。個人的にはレッドプールみたい。これ。おお、危ない危ない。うん、よし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 、まあ、大丈夫かこれ大丈夫かこれ大丈夫かこれ。結構早いけど結構危ない。ちょっと危ない。待って。これはね、これはね、なんだっけ、うん、あの飛行機がね離陸しようとしたらまたうまく着陸、あ違う、着陸しようとしたらうまく着陸できなくてまた離陸しちゃう現象。1回転するやつ。よし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 、これだってね別に戦闘機じゃないからね。これ
若ガキだから、うん、これ、うん、こ個人用のあっしちょっと外れてるな。吹き替え版のデッドプールの声が BFH のニコラス・メンドーサの声に似てる。よーし到着物資だよ。よし、ここに飛行機置いておいて場所も欲しいよ。それではいい加減さ、パラシュートゲットした？ちょい待ち、パラシュート、パラシュートか、あー取ってる。よし、じゃあ上からバーっていけるな。いや北海道だよ。いけるいける。そうだね。じゃああこっちはまた別の地域か、プカラって。ここだな。じゃあペルーのコカインをカルテルに届けるとき墜落した何機かの飛行機の位置だった。サンタブランカに回収される前に墜落現場へ行って荷物を破壊してちょうだい。パラシュートなし縛りで。いや、パラシュート使いたい。飛び降りよう。飛び降りたい。 4.8キロ。あれだな、あれだね。あ、にしても結構山奥だな。結構山奥だ。多分またね、敵がまあちらほら、うん、いるよ。よし、降りるか。降りろ。降りれる。よいしょ。おー同時に落ちてる。おー、すげえ。面白い。すげえ。パラシュート。サンタブランカも事故に気づいたようだ。お、そっち降りたか。うん、こっちの方行った。オッケーオッケー。今こっち行くか。よいしょっと。それはない。よし。あ、あれカルテルのヘリだ。強制以外でメンバーが増えたとは思えない。飛行機どこ行った？見て見ぬふりと反乱軍に加わるのでは大きい。ドローン飛行中。まあ、うん、どっか行ったよ。どっか行ったね。あれ、ま、ここ敵いないじゃん。あれ、あー、あー、なんで？なんだ。まあそういう日もあるさ。じゃあ C4。C4。ポイポイ。爆薬セット完了。爆破準備完了。ポイ。よっ。C4 を設置した。ポイショット。C4 を設置完了。よし、OK。おわぶ。ん？コカインを処分した。処分完了。思ってた以上に地味だった。うん。よし。次はもうちょっとこれは北に行くのか南に行くのか。ペルーのコカインをカルテルに届ける途中で。マップの下の方ってのはちょっとね。南っていう感じがあるんだけど、北ってことでいいか。荷物を破壊してちょうだい。北なのか。雪、うーん、どうだろうな。ああ、でもそっか、ここ南米か。南米ならじゃあ南側の方が。もろミッション名が南部の密輸品なんだけど。じゃあこっち南だ。うん。ここ遭難するよ。乗り物。あ、乗り物を呼べた。お前ここ車両って無理。ちょっと無理があると思うんだけど。いや、歩いて行くよりかは。いや絶対に、ね、大丈夫、任せなさい。行こう。おいやいや、まだ行ける。まだ、あ、ま、なんかあるぞここ。まだなんかあるね。また車呼べばいいか。インカどう。あ、これ道路だね。あ、こんなとこ道路あったの？マジ？道路というか、まあ道路と呼んでいいのか。なんかあるよ。あ、お。あ、なんだろうな、この資料。足くじいちゃった。足くじいちゃったか。そっか、自力で直せる。無理だから乗り物に乗った方が賢明だとね。いやすごい倒れ方してる。ハマキ食われてるし。ちょっとどんな時でもハマキだけを話せない。はい。これ明日痛むんだ。明日痛むって。あ、あと危ない。よし、乗り物を呼んじゃおうか。つうか、あのあれ何、ガソリンスタンド。なんでちょっと遠いんだ乗り物。あ、つうかすぐそこにスキルポイントあるやんけ。あ、本当に？これはまた目的地になかなかつけないな。道中にこういうのがあるからしょうがない。
しかもそこ道これか。道ないな。上がってこう、山。近いし。あ、きつ。あ、なんだろう、あれは。十字架マークが。あ、なんか全然反対方向向かってない？いやいや、大丈夫、大丈夫。大丈夫。で、カルテルがね、いますよ。いるね。あ、危ね、危ね。あ、ユニダットにちょっと警戒されかけた。おお。敵グループが見える。あ、そんなに。敵グループを発見。あ、これだけか。何車乗ってきてんの？いや、なんかあったユニダットいるからね、ユニダット。あ、ほいほいほい。3人だ。よし。よし、3じ人ゃあ、やったら。2人は合わせてやろう。はいはい。じゃあ、硬い方は、やるわ。オッケー。はい。ワン、ツー、スリー。倒した。気づいてない。アホ。大化け。なんか喋ってる？まだいる？いや、もういないよ。あ、死体が喋っこんなもの作った。墓がある。墓か、これ。この辺すごいな、曇ってて。本当な。 SUV SUV もうね、目的地は 1.7 キロか。これはちょっとね、峠みたいになってるんだけどね、こういうの道だと崖から降りたくなっちゃうな。 でもさすがにちょっと道なりにまあ確かにね。ああ、これまともに行くのね。まともに行くよ。 ああ、結局結局 こっちの方が近いしな。 厳選した道を。 よし、進め。おしおし。よしよしよし。さすが。SUV。そこはなんか敵いそうだな。ここはさすがあ、に。いるいるいる。いるね。コカは4つか、1つだけちょっと離れにある。さて。ドローン。これ登る敵のグルか。ープが見える。登ることになる。もう敵1グループを発見。人。だい登るとぶ、ころが。だいぶドローンね。が届くようになったな、これ。もう1おお。個は。あ、あれだ。敵グループが見える。よし、これで全部じゃないか。どうだろう。まだいるかも。OK。ここどうやって登る？結構頑張って登ってる。ロッククライミング。さて、いけたいけた。で、登れない登れない。ああ、敵いるわ。どうしよう。よし、ちょっとここは間違った。はい、ご苦労。リスポーンするところが悪い。ファストトあ、ラベルし俺たらのところにリスポンした。そうそうバそカう。やそれちょっと楽しようとするから、おい。バチが当たるんだ。あいつやんないと。爆破準備できた。遠い遠い。爆破準備完了。こういう時は。ボン。迫撃砲。フラグだ。迫撃砲ゴー。間接照準射撃を要請する。了解。発射する。おっと。当たってなくね。おっしゃ、当たってターるゲットを排除。おお。もうカルテルが来てる。給料分の仕よ事をし。するか。あとはあっちの一つだ。だね。装備増えてないし、ちょっと弾補給したい。弾か。敵もう一人いるな。あ、結構いる。
ケーブルカーの駅。あ、いた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 。うーん、なんか追跡されてる、バレてる。ナイス。おっ、おっ、おー、ナイス。気づかれても倒しちゃえばもう気づかれていないようなものだし。よし、脳筋戦法。おお、四方設置。こちらはクリアだ。みんな無事か。よし、オッケー。ナイス。これでラカブラはペルー人たちとの関係を維持しにくくなるな。さて、もうかなり来てるよ。最新情報が入ってきたわ。じゃあ、あのババアを倒し行くのかな。サンタブランカの出費が増えたからペル側の値段を下げるつもりだ。その通り、交渉の時間と場所は分かってる。ほうほうほう。ラカブラがペルー人の担当者と会ったら二人ともまとめて消してちょうだい。了解。交渉をねするらしい。でユニザットのヘリ来てる。交渉人を排除。交渉する気ねえじゃねえか。いや、交渉してるところをね、あの我々が台無しにしに行くっていう。あ、はい、なるほど。っていう感じ。そしてなんか警戒されてる。警戒されてる。敵？敵いる？ユニダットのヘリが近くに。おお。ああ、もうこれ最後だね。よし。うん、あ、待って、殴りに行く前に武器全然回収してない。ああ、そうだ。帰りにあのあれだわ。ファマスと。なんだ。そうだね。あ、つうか目的地のすぐそこにショットガンサーバーあるじゃん。そうだね、先に、うん、目的地に近い方からやっていくか。で、ヘリがあるから。ああ、ヘリに乗ってく。これちゃんとしたヘリだ。うん。最後に家族と話したのはボリビアに向かう直前だ。お前は電話したが出なかった。部隊員の家族の話。メッセージだけ。あ、待って、ユニダットヘリだ。会いたいと思わない日なんてない。うん、だが一瞬見えてる。それでも離婚はする。極秘任務が一番辛い。生き方で敵が動いて使えるかも伝えられず突然いなくなる。ヘリさ、また勝手に動いてるし。本当に本当だ。なんか今迫撃砲の音しなかった。うちに帰ったら奥さんが家のものを全部。なんかそれっぽい音が。ドローン。ドローン準備完了。家での時間を大切にしてる。できることは何でもやる。ユニダットのヘリ近。俺が独身の理由が分かった。飛んでった。つうかこれ迫撃砲でなんとかなるんじゃね。そうだね。ちょっと待って、やれそうなら落としちゃっていいよ。はい。ただユニダットヘリが近くにいるから警戒されたらね、あのヘリに。まあまあ、ね、いける。迫撃砲を要請。よしよし。ちょっとね、効率が。よし。あ、一般人いるし。あ、一般人もいた。武器ケースがある。テイクダウン。ナイス。シーブシゲット。片付けて先に進もう。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。ハマース。どれどれ、詰まる。いいな、こいつは使えそうだ。 G2 ね。ちょっとファマス装備してみるかな。 G2 パラメーターをチェック。パラメーター、あ、音でかいね。音でかいのか。うん。音でかいし、火力が単純に高い。あ、無用今拾った感じかな。どれどれ。うん、ああそうだね。どれ今ちょっと肉弾戦ではないから保留で。うん。よし、じゃあサンタブランカの交渉責任者ラカブラが再びペルー人と取引を交渉するため会合を設定した。ラカブラと交渉人を排除することで協力関係を完全に終了させることができる。ラカブラが取引先のペルー人と会うという情報が入ったわ。会談の場を襲撃して2人とも始末して。で、すぐ近くにショットガンサプレッサーもある。うん、あるある。じゃあ、あの場にラカブラもいるから一緒に始末しちゃえと。
捕まってろ。そうだ、ね、俺が運転する。あ、まあ、ここ道がないな。ないね。下るっけないな。よいしょ。おお。もっとタイヤのでかい車が欲しいな。バックしてる。うわおお、なんだあれ、え、なんかある、え、この人たち見える、どの人たち、え、すぐ近くにいる、ね、どうしたどうした、なんだこいつら。あと1キロ、こんな南で、おお、こんな南で会合開かなくてもいいでしょう。もうちょっと暖かいところでも、あれか、うん、あ、もうこの辺平坦だ、意外と近い、あんなとこで解放しちゃう。ボロッチーな。よし、ここ隠れる場所な、あ、ユニダットまでいる。おーおー、向こうの道路行こう。場所が見えてきた。ここだ。始まってるみたいな。よし。ユニダットのヘリ。あ、待て、ヘリだ。ユニダットのヘリだ。ドローン行ってみよう。オッケー。あれ敵か。ドローンを展開。ほう。なかなかだよここ。ペルー人の交渉人だ。いっぱいいるな。あ、交渉人いた。ラカブラもいた。交渉人倒せばいいんだよね。いや、2人とも始末すればいい。え、でもこいつら倒して、まあ、うん、もちろんそれで逃げればいいんだけど。あ、でもあれか、サプ、うん、サプレッサーも回収したいが、俺たちはゴースト部隊だよ。そんな荒々しくやってもね。体調を確認。スマートに。じゃあ隠密に、隠密に、ゼロゼロ。おっ、ヘリ、定期的にヘリ来るな。あのヘリどうにかしたいな。なんだ、あれずっとこの辺回ってんのか。そうか、なんかずっとこの辺回ってる。あ、どっか行く。あ、どっか行くね。オッケーオッケー、よしよしよし。じゃあ俺ちょっと反対側行くわ。了解。こいつは、あ、待てよ。お、まだいる。これで10人。うーん、いやー、やれないな。バレそう、この距離は。よしよし。いやー、紫のユニダット兵もいるからな、めんどくさい。最悪バレたらね、あの二人逃げると思うんだよな。だよね。あれは絶対逃げる。あれ一般人か。二人のどっちか移動してくんないかな。カムラ、電話で言ったろ。値引きは無理だって。聞こえる、この会話。うん、聞こえてる。あのね、反乱軍とカタリの仲間が山から来てるの。それに CIA とか DEA 捜査官がドローンを飛ばして妨害してくる。その分のコストをうちが被ってるのよ。ふざけるな。そんなの知るか。揉めてる。値段が高すぎるからもう買わないってこっちが言えば、うん、あんたたちの問題になるわよね。ペルー側の市場はすごくいいから奪っちゃうべきだって。私がスエーニを説得すればあんたたちの問題になるわよね。このクソ女、出来もしないくせに。揉めてる揉めてる。あー、どうしような。さて、誰から始末しよう。一人連行。オッケー。連行ね。で、この影でノックアウト。あ、本当だ、連行してる。あー、どうしようかな、これ。あ、移動を始めてる。あれは一般人か。あ、会話してるな。めんどくさいな。目の前に3人もいるんだよ。おお、こっちもね、裏側に回るべきかも。
こいつは よし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 。 あんまり向こう行きすぎてもな、ユニダットさんがな。本当に、いやいるもんな。お、ユニダットスポットした。うん、こいつは倒せる。こいつを、違う違う違う、オッケー、あれ、シンク指定ができない。こいつはやった、オッケー、ナイス。あ、ユニダットはみんな建物の向かいか。うん、ユニダットはこんなことをしてまだ兵士を名乗っている。よし、そうくらい大丈夫だ、心配ない。大丈夫、あ、危ない、警戒されてる。え、嘘、見えてないでしょ。待った、あいつら投手能力持ってやがる。やらかしたな。覚悟、交渉人を始末した。オッケー、あとはラカブラだ。重要ターゲット、オッケー、やったやった、繰り返す。お、ラカブラを始末した。よし、ナイス、終わったぞ。ラカブラと交渉役は死亡した。よくやったわ。で、あのユニダットたち倒さないと武器回収できない。奴らのボスはエルスエーニョに情報。こんばんは。エルスエーニョはそれを一周する。みんなに不満が残るわ。俺たち以外はな。次に撃つ。またまた、どっから撃たれてる。こっちユニダット3人接近中。あー、はいはい。ユニダット、オッケー、今行く。こっち出てこい。よし、ターゲットを排除した。あと1人だ。オールグリア。いやいやいや、いつもバラやらかす方は、やらかす方がいつも俺なのに。いやだってね、さっきのはちょっと、うん、予想外。まあまあ始末したから、この地方は OK。オッケーオッケーオッケー。じゃあこの地帯のもろもろを集めるか。オッケー。ちょっと遠いけど。で、おっと、新しいそのシークレット武器というか、ん？ああ来たね、うん。なんていうの、チャイカマラっていうのかこれ。チャイカマラ？チャイカマラ。見てみよう。あれでもこれサプレッサーついてないな。音もすげえでかい。血塗られたライフル、最低の武器だ。雪のように白く血塗られたライフルと矛盾してねえこれ。でも騒がしい武器。気づいてしまったな、武器の矛盾点に。白くて血塗られたっておかしい。じゃあ回収いっか。ちょっとね、ファストトラベルしよう。インカカミナブラボー。